さん迫られてしまうんですね。お嬢さんも交渉の余地があるんじゃないかと、そういう空気を感じるということですよ。そうですね、もちろんその日本が一番の吉村の地域から手を出すことはできない、はい、だから交渉というのは、いろんな方法があるんです。